風強い強い、え、扇風機の風いつも通りの強さだよ。さっきでも置いてる場所が違ったからかな。どこかな。まあ15分この枠、この枠15分45分までだね。さっきあれかも、その携帯にこの扇風機が向いてたからかも。この方向がマイクのとこに当たってたのかもしれない。それで風の音を風強く感じた。かもしれないわ。これ貼っとこうかな。さっきの方、黒曜さんいるかわかんないけど、さっき熊タワーありがとうございました。ピント、ピントじゃない、よしありがとうございました。ありがとう、ありがとう、ありがとうね、黒曜さん。テープ、ありがとうございます。と皆さん、歌は以外のギフトもたくさんありがとうございます。この夏そうめん、そうめん食べたよ一回だけ一回だけ食べたそうめん。でもそうめんより乳麺の方が好きなんだよね私。そうめんも、でも乳麺ばっかりも嫌だけど、時々そうめんぐらいあったかいやつの方が好きなんだよ。そうめん食べてた途中で飽きちゃう、味が美味しいけど。そう、一回だけ食べた先月くらい覚えてないけど、そんぐらいに。びっくりした、水色のペンどっかやったかと思った、普通にあった。一緒同じものしか食べれない。そしたらやっぱり乳麺いや乳麺そこまでではない、そこまでめちゃくちゃ好きってわけではない、好きだけどそのそこでは絶対に選ばないと思う。何がいいのかな、わかんないや。乳麺は選ばないなそこまでではない、好きだけど好きのレベルがそこまでじゃないわ。そうめん、普通にそうめんよりかは好きっていう話ね。あったかい方が、乳麺の方が。
そこまでではないや。何がいいか分かんない。難しくない？これだけって。これしか食べれないとしたらってやつ。選べないわ。主食がにゅう、にゅう麺って。主食がにゅう麺。どういう意味だ。ちょっと待って、わかんない。主食。メインで食べるかってこと。違うのかな。わかんない。ずっと食べるならおにぎりとか。おにぎり、何がいいかね。でもさ、絶対さ、どんなに好きなものでもさ、一生食べそれしか食べないとかさ、絶対飽きるよね、味。無理だわ、どんなに好きなものであってもそれだけって飽きそう。めっちゃ好きなものであってもそれだけは、同じものだけとか飽きそう。おにぎりも飽きそう、ずっとそれだけだと。決められないな、そういうの。だからさ、食べ過ぎてさ嫌いになるみたいなのもさ、こう聞いたりするじゃん。もう私今までなったことない気がするけど、なんかもう食べ過ぎてこうハマって、めっちゃ毎日ね食べ過ぎて、なんかあんまり好きじゃなくなったみたいな言う人もいるじゃん。そういう、そう、だからさすがに毎日それだけだったらきそう。違うのは食べたくなりそう。おばあちゃんにおっと壊されすぎて嫌いになった。でも確かにずっと食べてたらあれか、美味しいけどね。あと聞くよね、そのパターン。なんか食べすぎて好きじゃなくなったみたいな。私はないんだけど、今まで多分あんまない気がする。食べすぎてはない気がするな。あんまないか。あるなら、なんだろうな。前まではさ、そのプロフィールとかさ、好きな食べ物とかチーズケーキって書いてたんだよ。本当に好きだったの、チーズケーキが。そうだったんだけど、もうそれよりも好きなものが出てきたから、最近はチーズケーキじゃない。もともと好きだったの、なんかプリンとか好きだったんだけど、もともと多分その頃はね、多分チーズケーキにハマってたんだよね、書いてた頃は。プロフィールに好きだったし、ハマってた。最近もプリンに戻っちゃった。チーズケーキも美味しいけど、嫌いになったわけではない、好きなんだけど。好きな食べ物って難しいよね。一番好きな食べ物とか一番とか決められない。どれも好きなものは。ベイクドレア、あー、チーズケーキ。いや、どっちも好き。どっちも美味しくない？だって、どっちも好きだな、ベイクドチーズケーキも。でもあれ食べたことない、バスクチーズケーキ。あれ食べたことない気がする。あるかな？ない気がする。ない気がするわ。食べてみたい。
ケーキって簡単に作る、作ろうと思えば作れる、作ったこともあるけど少ないね買ってくる方が多い。作ろうと思えばなんかクリームチーズとか使って作るんだけどさ、でもクリームチーズってさ大体家に常備してないじゃんなんか家にさあるもので作れるやつとかだったら作ろうって時に作れるけど、クリームチーズ置いてないからな私の家には。お菓子とかしょっちゅう作る人だったら置いてあるかもだけど、だからさ そのために買いに行かなきゃ、だから作るためにあんま作んないんだよ45分までだよね。早っ、ランキングだ、早い。13位からランキングいます。13位、クニーさん OK アットマークナンバーさん、ありがとうございます。12位、猫舌監督さん、ありがとうございます。11位、ケンイチくんださん、ありがとうございます。10位、あきひこさん、ありがとうございます。9位、としのりさん、ありがとうございます。8位、とわさん、ありがとうございます。7位、くらアットマークチームメイト大好きさん、ありがとうございます。6位、ケネスさん、ありがとうございます。5位、すべての出会いに感謝さん、ありがとうございます。4位、ラボーナさん、ありがとうございます。3位、岩井さん、ありがとうございます。2位、 FD25 なんて、桜なってる、ちょっと待ってて、むずいむずい、ちょっと読み方を、これなんて読んだらいいんだ、2位の方の名前なんて読んだらいいですか2位の方FD25 の後ん、ちょっと難しい感じ、人の名前難しいからな老閣、あ、待って、って言ってたら変わったかもしれない、ちょっと急いで思うか、めっちゃ急いで読む、ごめんね。13位とわさん、ありがとうございます。12位、としのりさん、ありがとうございます。11位、あきひこさん、ありがとうございます。10位、クラットマークチームメイト大好きさん、ありがとうございます。9位、ケネスさん、ありがとうございます。8位、すべての出会いに感謝さん、ありがとうございます。7位、ラボーナさん、ありがとうございます。6位、岩井さん、ありがとうございます。5位、 FD25老閣人さん、ありがとうございます。4位、無反応デコパッチさん、ありがとうございます。3位、やばい時間、にゃこ2号機さん、ありがとうございます。2位、ケンジアットマーク彼女はパンクさん、ありがとうございます。そして1位がコクヤさん、ありがとうございます。ありがとうございましたあ、やばい時間だ、じゃあまた後で20時からです、次また、ありがとうございます。